上原浩二の雑談魂、雑談魂。はい、ここ事務所じゃないんです神宮球場室内、はい、はい、実はあのね、宮本さんとのコラボっていうかね、うん、宮本さんの YouTube の方にちょっと出させていただきまして、はい、お願いしました。そちらの方を見ていただければ、はい、何をしたかっていうのが分かると思います、はい、まあ、その流れでちょっと一本お願いしたいということで、宮本さんに来ていただきました、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回もね出ていただきまして、はい、前回もざっくばらんにいろんな話をさせていただきましたけども、まあ、ちょっといろいろありましたけども、いや楽しかったですね。いや視聴回数見てまあまあ良かったなと思って、いやその後に2人でね、あ、トークショーもね、トークショーもありましたね。良かったですね、あれも面白かったですね。面白かったね。なんかお客さんより俺らが楽しんでるみたいなところがあったけど、内容がね世に出てないというのがやっぱみんな守ってくれたんだなと。いや、あれはありがたい ね, ね。ピーという部分を全部流しましたから。いやいや、もう本当にあの、まあ、ちょっとねなんかツイッターとか見てると、はい、あの公害禁止っていうことで喋れないんですけどって、はい、ああ守ってくれてるんだ、守ってくれてる、ありがたいねっていう、ね、あえて守ってくれるんだったらまたね、まあまあまあ、違うところで ね機会あればまたよろしくお願いします、うん、お願いします。で今回ちょっと、はい、真面目な話ですねこれはね、うん、今シーズンの MVP をちょっと予想、はい、もうセリーグはもう決まりでしょ。いやこれ投票したらあかんと思うよ。投票せずに決まりでしょ、はい、いやそういうことですね。そう、はい、もう彼しかいない、はい、彼しかいないですね。もう村上宗隆しかいない、はいはい、パリーグどうですか。パリーグはまあ優勝チームになるんでおそらく、うん、誰がって、まあ、例えば今の展開でいうとオリックスがもし2位になった時に、はい、やっぱり山本由伸っていうのは外れます。あのなかなか選びづらいと思う。それ僕思うんですけど日米の違いありますよね。今アメリカの方でも今大谷選手とジャッジ選手がちょっとって言ってるじゃないですか、うん、でも大谷選手はもう優勝争いしてない、ね、してない、うん、中で大谷選手が選ばれるんじゃないかっていう議論がなるじゃないですか、ね、これはやっぱり優勝したチームが選ぶべきだみたいな項目を入れた方がいいんですかね。まあ、そうなんですね。いや、まあ、だから結局 MVP ってなんかその貢献したみたいなところがあるから、うん、多分そういう日本的な考えだよね、はい、だからそういうのを抜きにしたら、まあ、それは山本由伸でしょう。だからもう抜きで考えるでしょう、うん、ね。だからまあそのじゃあソフトバンクですごい抜きに出た選手が、はい、まあいないでしょ。いないよね、確かいないんだよ ね、 ですね。みんなが頑張ってみたいなところがあるんで、うん、だからまあそうなると山本由伸がまあ優勝しなかったとしても、そうですね、投手のタイトル部門がほぼ1位か2位ですもん ね、はい、まあまあまあここは僕ら的にはこの2人かなでいいですよ ね、うん、そうですね。だから村上なんかで言うと、まあ、投票は絶対するわけじゃない、はい、あの違う人入れた人はもうあの投票権なくした方がいいよね。いや その、ね、それぐらい圧倒的な MVP でしょ、まあ、その流れであの記者投票ってもう名前とか全部出すべきですよね。あ、まあ、それは誰に入れたとかね。そうそう、 MVP だけじゃなくてなぜ入れたのかっていう、そういう、まあ、これはまあちょっとあるあるなんだけど、あの、はい、関西の方の記者がちょっと違うとんちんかな票入るときあるじゃない。はい、え、関西なんですか。ほんまに MVP って思ってんのかなっていうのが結構あるんで、はい、まあ、そういうのはもうちゃんと抜きにしてね、うん、いやそういうのちゃんと、うん、確かねアメリカは公表するんですよね、誰に入れたか、なぜ入れたか、なるほど、そういうのも、うん、あの記者が記者に質問するっていう、それはいいですね。いやでも僕はそれやった方がまっとうな意見が出ると思うんですよね。確かに、確かにね、はい、まあ、ちょっと話それましたけども、うん、まあもう問題ない2人でしょう。そうですよ ね、あ、先日ね、うん、PL 学園の後輩が引退しましたけども、はい、ね、うん、結構つながりはあったんですか。うん、まあ、まあプロ入ってからだけどね、はい、まあ彼も一緒じゃない、上と僕の年3つ一緒だよね。3つっていうのは日本代表。ああ、そうそうそう、はい、ね、一緒です。で彼は僕らよりもう一個多いけど第2回 WBC 行ってるから。あ、そうですね、まあ、アマチュアの時ももう常に
全日本入ってましたし、本当ね、バーラシの福留ってヤクルトで有名で、バーラシどういう意味でしょうか。9回でこのままおとなしくしてくれっていう時に打つでしょそういうことですね。あ、同点になっちゃったとか、はい、あ、逆転されたとか、はい、だからやっぱり僕が勝ってる時にやっぱ9回にコウスケが出てくるのはすごく嫌です。守っててやられるという意識がの方がやっぱ強かったんで、はい、で、まあ、最近でいうとやっぱまあ PL がねキューブという形になって、はいはい、数少ない現役選手の中でいうと、はい、やっぱり辞めるっていうのは寂しいし。もう PL 出身があと一人ですか。 NPB ではね、中川君。そうですよね、中川君、オリックスで、まあ、メジャー入れるとまあ前田健太がいるので、あ、はい、なんで、まあ、あの違う YouTube でコウスケはね、うん、今年も悪かったらもう考えないといけないよっていうのが、うん、はい、記事で宮本福留に引退勧告とかって出たんだけどそうじゃねえだろうと。もうそうですね、もうメディアの皆さんちょっと考えてほしいですよね。本当ね、あの字にしちゃうとみんなね、はい、映像を見ると分かってくれるんだけど、はい、字にしちゃうと抜いて出してくるから、はい、僕がもう福留やめろって言ってるみたいな。そういうふうに捉えられますね。僕はもう後輩なんで、それは1年でも長くやってほしいわけですよ、はい、でも状況でいうと、まあ、45歳で、はい、まあ、結果が出ないと考えないといけない。もうこれ当たり前の話です。当たり前、はい、でも何とか踏ん張ってほしいなと思いましたけど、まあね、本人、発表する前に電話くれて、はい、でもうすっきりしてますということなんで、はい、まあ、これどうなんかな、コーチになるのかな、ならないんだと思うんですけど、はい、まあ、外に出てみるとね、なかなか楽しいセカンドライフが待ってますよね。ああ、僕らですか。僕ら。まあゴルフしたり。いや、もう自分のね、その今までね、すべて野球に注ぎ込んできたのが、まあいろんな、僕だから最初1年目ね、歌舞伎見に行ったりとかいろいろしたんですよ。あの本当やらないことをね、やったりとか。もうプライベートの時間が増えますからね。うん、そうですね。だからまあ45歳ですよ。いや、僕同期なんですよ。あ、ドラフトのね、ドラフト同期で最後の一人だったんで。当たり年だね。でもそうやって考えたら結構いい選手いましたね。岩瀬さんもいいっていうか、すごい選手が多いよね。まあ大輔もそうだし、はい、まあ、岩瀬もすごい、でも福留もすごいじゃない、はい、新岡もいましたし。そうだよね、はい、うち誰やったのかな、ドラフト1位。石堂石ちゃんね、だったかな。あ、石ちゃん、まあ、5勝ぐらいしたね確か石堂だったと思うんですけど、はい、今スコアラーで頑張ってますけど、はい、そうすか。まあでも後輩として、また野球選手として、まあ尊敬もできるし、ね、チームメイトの時はやっぱり頼りにもなったし。そうですね、ね、勝負強いですもんね。いや、もう本当勝負強かったですね。まあ残念ですね、もう。まあでもいずれ来ることですからね。これはしょうがないですよ、うん、はい、いや、まあそう、まあお疲れ様でしたっていうことですね。まあコーチになるかどうかわからないっていうところで、うん、タクロさんが行くところ行くところ結果を出すっていう、うん、そうね、どうですか、どういうところがすごいんですか。いや、まず基本的に情熱があります、はい、いつまでも選手と付き合える。お、それは、ね、深夜練習とかそういうところですか。そうです、そうです。だからやらせるっていうのももちろんあります、はい、だからこれぐらい振らないとバッターって打てませんよっていうところをまず教育もするだろうし、うん、でまたね、飽きさせない、こう結構アイデアマンなんですよ。お、例えばボールに数字書いて、はい、あのショートゲーム短い距離でこうやって緩いボール投げて、それをこうやって集中して3回たら3って言って打たしたりとか。おお、面白いですね。たまに足し算とか掛け算とか、はい、掛け算やめろってできんやつおるからはいはい、もう某選手はあの、はい、僕がやってる時に 7×1 はって言ったら1って言ったりするんですよえ、じゃあ 8×1 はあったら1って言ったんですよ。でそういう選手もいたんですけど、あのそういう、こうアイディアね、で長い棒を振らしたりとか、はい、まあ、あのしんどいですよ、まあ、彼はやっぱりすごいバット振らせるん で、はい、でそういった中でアイデアをすごく出すんで、その飽きずにできる。だからそうですね、選手も毎日毎日同じ練習やったら、うん、そうなんです、嫌になりますもんね。だから一番最初に来た時に、とにかくバッティング練習の時に後ろに遊ばしてるやつを作りたくないと、は
はい、要するにさ、まあ、4人1組とかってなると、はい、まあ、見てるってことですね。そう、1人が見てる、はい、あれを作りたくないっていうところで、うん、もう例えばバッティングゲージの3人 3つ作ってたら3人1組、うん、はい、で次はティーを打たせる、ロングティーがあります、はい、サンドバッグ叩かせます、はい、で1つは体力強化作りますみたいな、うん、もうほんとね2時間、はい、ぶっ通し、ぶっ通し、だからやっぱりフル体力もついてくるんで、やっぱりその当然アイデアもあるしあれですけど、やっぱりまあ基本的にはやっぱ練習量ですよね。そうですね、振らせます。今の野球界に足りない部分ですよ ね、 そうですね、練習量っていうところですよね、はい、とにかく振らせるのとアイデアがある。で、まあ、攻略する、まあ、対例えば上原だったら、はい、上原にはこうやっていきましょうっていうのをちゃんと試合前にミーティングして明確にします、はい、で次の日反省します。で今日はこうやっていきましょうっていうのをちゃんとこうね、予習復習もやらせるんで、はあ、やっぱりすごいですよ。で、まあ、ストイックです、うん、もう自分の時間ちょっとだけ見つけてトレーニングしますから、その中で、はい、朝早起きて、はい、確かに言ってました、この間横浜スタジアムで行った時に。いや、もうすごいんですよ、そこが。だからやっぱり、まあ、基本的にはそういう情熱がないとできないんで、うん、でもついてくる選手がいるかどうかもあるじゃないですか。そうです、そうです。だから、まあ、僕同級生なんで、はい、基本的にライバル関係だったんで、うん、まあ、あれでもヤクルトで一緒にコーチやりましたよね。そうです。あれ何年ですか。あれ2年です。2018年2019年。その時の拓郎さんのコーチが良かったからヤクルトが今っていうのもあります。僕はやっぱり少なからず拓郎の功績はあると思います。はい、やっぱりその今若い塩見だったりとか、はい、山崎幸太郎だったりとか、はい、ムーチョも中村も、うんうん、中村、はい、まあ、全然打てなかったん で、はい、で、まあ、ああいう風な形になってきたのもそうだし、あ、やっぱり彼の功績はやっぱり大きいと思います。大きいですか。まあ、村上もそうですしね。あ、はい、めちゃくちゃすごいじゃないですか、じゃあ功績が。いや、まあ、だからその、まあね、村上なんかでいうと多分まともに見たのは1年ぐらいなんで、うん、まあ、それがどうかとかっていうのは分かんないですけど、やっぱ旗から見てたらやっぱり石井拓郎のいい影響は村上はやっぱ受けてると思いますよ。ジャイアンツも何年かやりましたよね。 2,3 年やったんで、ね、やりましたよね、うん。誰が教えてたんだろう、ジャイアンツの時は。まあ、だから丸とか、あ、で中地がちょっと復活したのは結構拓郎さんですか。拓郎がつきっきりでやってましたよね。なんでそれを手放しちゃったんだよちょっとボソッとすいません。まあ、でも拓郎にとってはやっぱり今ね、本当に古巣に戻ったんで、はい、彼にとってはこの形が一番いいんじゃないかなとは思いますけどね。横浜コーチ陣もあの98年の、ね、そうですね、優勝メンバーですもんね、はい、